自由がゆる人の文章術ですね。でこれに関しては、売るためのライティングっていうのを学ぶことができます。で、ここに関して、すごい僕が、まあ、これめっちゃ神だなっていう、もう日本一というか、まあ、日本というか、この文章もともと海外のものなんで、まあ、世界一の、売るための文章っていうのがこの本の中に書いてあるんですけど、それをちょっと引用しながら紹介しようと思います。で、タイトルが、怠け者がリッチになる方法ですね。ちょっと読んでいきます。ほとんどの人は日々の暮らしに精一杯で、お金儲けの余裕などありません。私はよく働いたものです。1日に18時間、休日はなし。でも、大儲けするようになったのは、働く時間を減らしてからです。それも大幅に。例えば、この宣伝文を書くのに約2時間かかりました。運が良ければ私はそれで500万円、もしくは1000万円は稼げるはずです。さらに言えば、私は元手がたった55円のものを1000円で買ってくださいとお願いするつもりです。しかも、なかなか抵抗できない方法です。あなたは愚かにも抵抗できずに終わるでしょう。まあ、こういった文章ですね。で、この文章何かっていうと、昔の、アメリカの雑誌かなんかに掲載された文章なんですけど、いわゆる、まあ、この文章が、まあ、広告なんですね。で、この文章を読んだ人っていうのは、まあ、今の僕の話を聞いて、もしかしたらちょっと引き込まれていったかもしれないんですね。例えば、この文章を書くのに2時間かかりました。で、2時間かかって、でもこの2時間で私は多分500万、もしくは1000万稼ぎます。みたいな、こういうこと言われたらめっちゃびっくりするじゃないですか。で、この文章とか、もしくはこれトークにも応用できますよね。例えば僕が YouTube 撮り始めて、なんかこんにちは、学ぶですみたいな感じで、で、今回は大切なお知らせがありますみたいな。今回の動画を撮るのに僕は1時間、もしくは2時間かかりました。いや、もっとですね、4時間かかりましたみたいな。4時間かかったんですけど、僕はこの動画1本で多分200万、もしくは300万、いや、もっとですね、500万ぐらい稼げると思いますみたいな。で、僕はこれから、この動画を見てる方にある商品を売ろうと思っています。で、その商品の原価はいくらかっていうと、たった50円です。で、たった50円だった商品っていうのを僕は皆さんに3000円で売ろうとしていますみたいな。まあ、こんなこと言ったら、この人何を始めるのみたいな。めちゃくちゃ興味あるじゃないですか。で、これが僕が思う、世界一のセールスライティングだと思います。売るための文章みたいな。で、この文章には心理学の作用めちゃくちゃ入ってるんですね。で、僕は昔この文章って全部こうノートに書き写して清書して、もうそこからひたすら学びました。で、最近だと、ある程度その感覚的にこういうの使えるようになったんですね。だからもし今後、インターネットで物を売っていきたい、文章で物を売っていきたい、もしくは動画で物を売っていきたい、こういうふうに考えている方がいたら、10倍売るための文章術ですね。この本はすごい参考になると思います。はい、続いて、10冊目っていうのがマネーロンダリングっていう。